エレクトロケミカルマイグレーションとは、電気回路上の電極間の絶縁性が、電気的、化学的また熱等の要因により不良となり、電極金属がイオンとして溶出、還元されることで短絡を起こす現象である。エレクトロマイグレーションと似ているが、化学的及び熱的要因を伴うという点で異なっている。 エレクトロケミカルマイグレーションはアメリカ電子回路協会の定義した用語で、日本ではイオンマイグレーションと呼称される場合が多い。エレクトロマイグレーションに関する最初の論文は1955年に発表され、この中ではシルバーマイグレーションと呼ばれていた。その後 IPC が半導体内部における電気的要因によるマイグレーションのみをイムグと呼称し、 半導体実装部における外的要因を伴うマイグレーションをエレクトロケミカルマイグレーションと定義した。国内においては電気学会が電気学会技術報告559号において IBC の定義とほぼ同時期にイオンマイグレーションを定義し、国内ではこの呼び方が一般的となった。その後2007年 JIP 化企画上において イクエンゲと4マイグレーションの統一が行われ、エレクトロケミカルマイグレーションとされた。イクエンゲは、主に半導体の一時実装において、問題提起されるため、プロセスサイズ的には、イムグより大きく、TCP やコフ等の実装形態が主流となるまでは、それほど表面化した問題とならなかった。しかし今日において、実装基板上の配線がナノメートルのオーダーへ、 近づいたことで急速に浮上し、半導体実装技術において一つのテーマとなっている。近年のアンダーフィル材の特許には、環境加速特性として、同項目の体制を明記したものが増えている。育園下のテスト環境は、環境加速試験であり、方式としては高温高出上圧の HHBT および、ハストまた高温高圧の PCT などが用いられる。 サイクル試験を用いるものは少ない。バイアス電圧を印加した資料兵を各条件のチャンバー内に相当時間放置し、常時装置で抵抗値を測定、分布法などを持ち解析する方法や、一定時間の放置後取り出し、測定を行う方法などがある。育園下の対策方法には、実装部分や配線部分をエポキシ樹脂等の風刺剤で覆ってしまう方法が、 一般的となっているほか、抑制剤の添加などがある。なお、育園下を起こした部分の観察は、イムグと違い、配線の太さから、発生箇所の観察は、金属顕微鏡等の光学顕微鏡で行える。マイグレーション自体の観察には、操作型電子顕微鏡などの電子顕微鏡や、強硝点レーザー顕微鏡などが用いられる点は、イムグと同じである。ありがとうございます。